Well, he's a good fighter. He's tall. I saw his last fight in Paris when he knocked out Mestorovic. He beat Ray Sefa too, so he's a good opponent, but of course I'm not going to underestimate him, so it is going to be my fight. Because Krokap is Krokap. レミー・ボンヤスキー、オランダ。People are saying that it is time to change in generation. And Mirko is, you know, he's been fighting for K-1 for a long time and you're new coming. What do you think about this fact? It's a nice thought that there is time for a new generation. But still, the guys who are fighting for K-1 for several years are very good and they are still good. Look at Peter, look at Host. They are one of the beginners and they are still good. So maybe it's time for a new generation, but we can't forget the guys who are fighting for K-1 for several years. So we can't forget them. If you knock out Mirko, it is your chance to become a superstar in K-1. What do you think about this? That would be terrific. That would be the best. My dream will become true, to be a superstar in the K-1. So if I succeed, I would be very happy. Yes. Mirko Krokop, Croatia. I think Mirko, he doesn't really have a weak point, but I must look at my strong points to win him. Because if you focus too much on the weak points of your competitor, I think it's not good. I will look at my strong points to win him. But of course, on the other side, he don't have nothing to lose. If he lose from Krokap, he lose nothing, but if I lose from Remy Bonjasky, I lose a lot of my image. So, but I don't care. That's why I'm special. I really don't care. の中心となったミルコを倒せば一躍トップファイターの仲間入り。このチャンスを逃すわけにはいかない。飛ぶ鳥を落とす勢いのこの男に敗北という文字はない。ホームグラウンド K のリングで再びその強さを天下に示す。さあ、ミルコ対ボンヤスキー、新世代の本当に楽しみなこれは対戦です。しかしミルコはあくまでもご覧の冷たい表情、クールアイで相手を見つめています。さあ、今ゴングが鳴りました。これ立ち上がり気をつけた方がいいですよね、ミルコ選手にとっては。ボンヤスキーの攻撃にまずは注意ということですか。はい、でもお互いですね、お互いですね、あ、危ない。さあ、まずはワンツーからのローキック、リーチ長いですね、これはオランダ得意のですね、メジロジム得意の対角線の攻撃ですよね、はい、さあ、もうミルコが出たハイキック、さあ、飛ばしますね、フルコースですが、このハイキックはもうボンヤスキーもかなりこれは研究しています。さあ、ミドルキックの試合、ミドルがいい、ミドルからのこのキックも破壊力抜群、もうハイキック、このハイキックでパリ大会先日のノックアウトを演じたボンヤスキー、ミルコが力入ってますね、
サウスポースタイル、じわじわと前に出るが力が入ってますね。ミドルキックでボンヤスキー、ちょっと力入りすぎな感じがします。お互いちょっと力んでますね、気合入ってますよね、はい、ミルコにとって、まあ、負けることは本当にあのダメージ的に大きいですが、そうですね、このボンヤスキーは全くそういうことはありません。このミドルがいいですね、いいローですね、いいローですね、それともいいローキックですね。そしてミドルだ、さしローキックを返しますボンヤスキー。ボンヤスキーのロキックもいいですね、はい、そうですね、これお互いやっぱ右と左の相四つですからね、相四つですね、はい、力入りますね、これも。これはお互い館長どういう風に攻めていきたいですか。やっぱしあの、ミルコは、あの左ストレート左ミドル、左ストレート左ミドルキック、ボンヤスキーはですね、右ミドル右ロー右ハイ、右ストレートですね、そうですね、もうお互いこれ相四つっていうやつですよ、はい、うん、時々ミルコもただあの、スイッチしてきますけども、ね、はい、レンリ選手は正面向いて構えてますよね、はい、あのやっぱあのハイキックを警戒してると思います。ハイキック、はい、ミルコ選手ってのはあの直線的なのはストレートしかないですから、三宅さん、はい、どうぞ。こちらミルコサイドです、はい、ミルコ選手なんですけれども、はい、控室では終始リラックスしていて、大好きなカードゲームを楽しんでいました。さすがもうミルコ選手で余裕たっぷりでした。あ、なるほど、最近そうなんですね、試合前ね。ただ本当に谷川さん、はい、非常にリラックスしている表情からミルコは目立ちましたね、今回ね。そうですね、あの試合前は本当にすごい上機嫌でしたね、これはどういう意味合いなんですかね。自信ありなんですかね。いやいや、自分でリラックスしてるんじゃないかと思うんですけどね、僕は逆に言うと相手が強いボンヤスキーに対して、かなり危機感を持ってる。そうです、僕はそう見てますけどね、かなり自分を鼓舞して戦ってるんじゃないかなという気がしますけど、まあ、それほどまでに思わせるとするならば、石井館長、このボンヤスキーの潜在能力を見るとも見切ってるってことですね。そうですね、館長はどう思われますか、このボンヤスキーの潜在能力に関しては。ボンヤスキー先生やっぱちょっとね、飛び技系がありますから、やっぱ長身のラストダメな、そうですね、怖い選手ですね、ただやっぱりまだまだ線が細いんで、はい、あの油断して、まあ、ボディでもテンプルでもですね、はい、いいのが入ればあのミルコ選手が勝つと思うんですけどね。左右のパンチを浴びせてから体を傾けてのハイキック、ミルコの必殺のコンビネーションだが、警戒しているボンヤスキーはガードを下げることはなかった。一発一発の威力は1年前に比べて明らかにパワーアップしているミルコだが、その攻撃に耐え果敢な反撃をするボンヤスキーも、さすがはオランダ期待の星といえる。言ってましたよね。そうですね、はい、あの紙一重の差でミルコが取っちゃってるんですよね。紙一重の差、そうで先手取ってるんですよね。あの辺はやっぱうまいですね。さあ第2ラウンドが始まります。オランダの超新星アーツ、そしてホーストに次ぐ男はこの男と言われています、レミー・ボンヤスキー、現在26歳。ボンヤスキーサイドはとにかくあの右膝内股へのローキック、それでレミーがノックアウトするだろうというふうに予想していますがね。ローキックはやっぱり膝蹴りですね、怖いのは。飛び膝もありますからね、これあんまり距離開けると飛んできますから、はい、あ、これ飛んできますね、しました、この飛び膝、これが前回パリ大会では封印されていました。パリ大会ではノリカさん、はい、このボンヤスキーの鮮烈ノックアウトをご覧になってますがね。はい、すごかったですね、あの気持ち、今日も見たような気がするんですけど、今日のここまでのボンヤスキーどんな風に見てますか。そうですね、非常にあの足技がしなやかなんで、足技がしなやかね、いつあのフライハイが飛んでくるか、ちょっと楽しみにしてるんですけど、はい、今一瞬、飛び膝蹴りを見せたレミー・ボンヤスキーですが、この翼が前回はありませんでした。その翼を取り戻した、左ハイキック、ミルコのポイントに、はい、キーダがさあ出る、ミルコが出る、さあ出る、やはりこの左ハイキックからミルコがチャンスをつかんだ、ハンバー、左引く、さあミルコが、やはり最高か、やはり最高か、飛び膝を返すボンヤスキー、どうしますか、ダウン、すっごい連打ですね、すごい連打だった今、はい、ミルコクロカップ、レミー・ボンヤスキーから最初のダウン、すごい、やっぱりパワーありますね、ありますね、さあまたきた、チャンスですね、アッパーが怖い、この人でもアッパーを打つ場所を覗き込んでいる、ピンポイント、右フック、やりストレート、ボンヤスキーは防戦一方、いやー、すごいラッシュです、やっぱり強い、やはり最強。そしてアッパーが効いている、アッパーが効いている、さあボンヤスキー危うし、またアッパー、左フック、
ここで止めました。悔しそうなレヴィ・ボンヤスキー、しかしボンヤスキーに全く何もさせないミルコ・クロコップ完勝です。いやー、やはりあの左ハイキックからチャンスをつかんで、谷川さん、はい、その後のフルコースはすごかったですね。そうですね、あのやっぱりね、よく見てガージをですねこじ開けるように、あの下から横から、はい、それで、あんまりそのボンヤスキーがですね、かがみすぎた時にですね、はい、ハイキックを打つ、はい、でそのハイキックがまた、結構ヒットしましたよね。これですね、これが、この軌道はすごいですね。このハイキックから一気にこのフルコースへと向かっていったミルコ・クロコップ、うわっぱー、これまだガードしてるんでね、あのスタンディングダウンを取っても先に良かったですよ ね、 なるほどね、レフリーはね、いきなりあのダウンじゃなくてね、はい、ただもう全く何もできなかったですね。防戦っぽいですね、はい、このハイキックはすごいなんか 目でですね、下フェイントかけてですね、襲いかかりますよね。いや誰も怖くない、みんなが俺のことを怖がってるだけだ、その自信は分かりますよね、この強さを。しかしこのエンダーはすごいですね、涼しい顔してこの連打を続けているミルコ・クロコップ。ハイキックの後、最初のダウンを奪うまで29発、ストップがかかるまで31発、合計60発のパンチを続けざまに叩き込んだミルコ。いかにボンヤスキーがガードを固めていても、その勢いに押され反撃できず、次第にダメージが蓄積されていった。ミルコ・クロコップ、この勢いを止める者は現れるのか。その自信が分かるような気がいたします。オランダの超新星、出る杭は打つレミー・ボンヤスキーを一周いたしましたミルコ・クロコップ。やはりこの男は強い。ミルコ・クロコップ、戦慄のターミネーター、今マリンメッセ福岡、右手を突き上げましたミルコです。Mirko, congratulations. Well, are you satisfied this time? Yeah, I'm satisfied. Remy is really good. He surprised me. He's much better than I thought. His time is coming. His time is coming. One day when I retire, who knows when it's going to be? Maybe soon, maybe not so soon, but his time is coming definitely. But very good, very dangerous fight. But right now, it's your era, I think. Yeah, it's okay. Your time. Yeah, it's Crow Cup time. At this moment, Crow Cup is the king, but I just said that Remy Bunyalski is really good and his time is coming, that's all. And he's also a nice guy, nice sportsman. I like that. And I will call him to come. At my cost, I will pay all expenses in Zagreb to train with me sometime. Many fighters doesn't have it. Ernesto Host has it. Remy Bunyalski has it. Peter Arts has it. Ignacio has it. Very good fighter. And that's why they are on the top. Because of explosion, strong mind. But one more time, Remy really surprised me. He's a good fighter. Well, it was a great fight, I think. I think so, yes. In the first round, I was good for me. But I think in the second round, he hit me with the high kick, the left high kick. That was an eight count. But why they stopped, I still don't know. Because if they stopped with he was punching. He was punching real hard and real good. But he wasn't hitting me. He was hitting me on my defense. So I think why they stop? They should have stopped when he knocked me down. Then they had to stop, but not when he's hitting on my defense. So I'm asking why did they stop? Because I was still there. I was. So you're not satisfied with I'm not satisfied with the judge. No, I'm not satisfied. So what's your next goal or in near future? I had my chance now. I didn't grab it. I hope K1 will give me a second chance, but we don't know. You just have to wait and see. I'm sure there will be a second chance. I hope so. Thank you. All right, thank you very much. Thank you. Thank you.
Yeah.